天気予報です。気象庁は先ほど、中国、近畿、東海、北陸地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。九州から東海は雨が続き、関東や北陸は午後は雨が降り出しそうです。東北や北海道は晴れるでしょう。週間予報です。明日は札幌から岡山で雨が降る見込みです。木曜日と金曜日は広く晴れて蒸し暑くなるでしょう。 週末は西から天気が下り坂になりそうです。天気予報でした。